江戸時代、越谷塾と周辺街道の配置図。地理院地図 Google マップ。越谷宿越谷塾は、江戸時代に整備された欧州街道及び日光街道の宿場町の一つである。越谷塾は、江戸、日本橋から数えて3番目の日光街道及び欧州街道の宿駅であり、江戸からの距離は6里8丁であった。前宿草加塾から1里28丁。 次やどカスカベイに里30丁あり、欧州道の整備に伴い成立された。越谷塾は、江戸時代に整備された欧州街道及び、日光街道の宿場町の一つである。越谷塾は、江戸、日本橋から数えて3番目の日光街道及び、欧州街道の宿駅であり、江戸からの距離は6里8丁であった。元荒川右岸の越谷と左岸の大沢の二つの、 町を合わせた範囲の宿場町であった。その規模は、千住塾に次ぐ規模となった。越谷側は、武蔵国の旧伊豆神社があり、大沢側には、下宇佐国の一宮香取神社が鎮座していた。旧伊豆神社は、治水工事により、元荒川の流路が変更されたため、旧伊豆神社は、元荒川の越谷塾の対岸となっている。慶長7年に、欧州街道、 日光街道が整備され始め、元那三年日光東照社建立以降、漁師通行の増大に伴い、道路や宿駅、スケー号の整備が進められた。越谷塾は、江戸幕府の成立後すぐに、欧州街道の宿場正式な宿場となった。元荒川の対岸には、越谷の天馬城の助豪村として、すでに慶長十七年以前に武蔵国先に市軍に、 編入されていた新型省に含まれる大沢に、大沢塾が成立した。越谷塾の開発は、参勤交代制の制定、日光東照宮造営の竣行、日光社産の制度化に伴い、女王3年越谷塾は、スケゴ村であった大沢村の寮長の宿場機能の両者により、完成した。越谷と大沢は、当初、越谷町の本陣 どんや役持ち回りなど宿場の養殖は、愛大地族に集中していた。安永2年越谷町と大蔵町両町、総百姓代表状の上天満業務両町合体を決め、越谷塾の宿液機構の改革とその伝統的権威の多くの失墜のため、越谷塾の本陣は、越谷町から大蔵町の福井県へ移った。日光道中宿村大会町によると、 天保14年越谷塾には、本陣一1軒、脇本陣四4軒、旗五52軒が設けられていた。宿内の屋数は1005軒、人口は4603人であった。越谷御殿は、慶長9年に、設けられたが、明暦の大火により江戸上昇室に伴い解体した。徳川家康や徳川秀忠も御殿に休泊し、民情視察を兼ねて、高�りを重ねていた。 慶安二年、徳川家綱の時、日光社さんの最急迫に利用された。近隣に菓子場があり、鴨村に通すけがしがあった。江戸時代以後、明治、大正期にも大量の出荷や取引が行われていた。越谷塾では、火災や地震の被害の記録があり、都市的で濃密な集中であるために退化。また、安政大地震の被害の記録が残されている。宇川広重、 富士三十六系武蔵越茅座安政六年、観光。古代より、近世初期まで、越谷地域は、利根川の本流であった元、元、荒川を境に、左岸は、下宇佐国葛鹿軍、右岸は、武蔵国埼玉郡西郡に区画されていた。元、元荒川、古住田川、大内古利根川で囲まれた地域は、下宇佐国葛鹿軍下,下神戸荘の内新方省に、 属した。南北朝時代までは、藤原秀里の子孫である、下谷国小山市の一門、下神戸市によって開発された八丈飲料の、鬼神系荘園であった。元荒川以南の地域は、古来より、武蔵区に埼玉郡に属する。鎌倉時代には、長久、監督年間に、越谷太郎や小佐神二郎が定住し、野与党の氏神久し、伊豆神社が建てられたと伝えられる。 九泉神社は、中世武士団、武蔵七党のうちの、与党、菊西地党の数形を受け、後に、腰ヶ谷の領主的度合いだけの氏神となる。中世になると、腰ヶ谷川は、武蔵国に先、西郡、大沢川は、下兎国勝鹿郡下神戸荘となり、現、元荒川は国境であった。そのため、腰ヶ谷川は、武蔵国の九泉神社があり、大沢川には、 下佐国の市宮香取神社が鎮座していた。また、すでに鎌倉時代頃には六歳市の立つ町として栄えていた。記述があり、佐島街道、石山街道が東西南北に貫通する交通の要衝でもあった。このように、越谷塾は中世末期から政治的、経済的、信仰的に中心集落として賑わっていたことから、 慶長7年頃から欧州王冠や土定へとながっていった。欧州、日光街道の開発、編集、欧州街道及び日光街道も参照。慶長7年に欧州街道、日光街道が整備され始め、現那3年日光当商社建立以降、漁師通行の増大に伴い、道路や宿駅、スケゴの整備が進められた。寛永2年に三宮、大道、 大竹、恩艦が岩月藩領になり、関文2年、1662年以降、三鷹、南百、千匹、四条、麦塚、柿の木が東方忍藩領になる。後の地域は、いわゆる天領であり、関東軍代の支配地域であった。欧州道の経路は、はじめ千樹から淵江から殿川と荒川の自然堤防上八条、大相模、河原、 それを経て、越谷へという道筋であったが、慶長17年頃越谷あたりの欧州道の整備が進められた。越谷塾の指定、編集、越谷、大沢周辺、第二本宴会予知全図、第87七図下け下唄、武蔵越谷塾は、江戸幕府の成立後すぐに、欧州街道の宿場に取り立てられ、正式な宿場となった。元荒川の対岸である、 大沢村も長馬化し、越谷の天馬城の助豪村として、大沢塾が成立しており、慶安三年には越谷塾、大沢塾に、自死免許が与えられていた。両町の天馬機構は合体され、交通上は両町合わせて、越谷塾とされた。慶長十七年以前には、現、元荒川の左岸の大沢は、すでに、下佐国葛鹿郡から武蔵国先西軍に、 編入されていた。越谷塾の開発は、官営12年の参勤交代制の制定、官営13年の日光東照宮造営の進行、日光社産の制度化に伴い、女王3年越谷塾は、スケゴ村であった、大沢村の領長の宿場機能の両者により、完成したという、江戸時代初期、慶安3年に、腰谷、大沢塾などに、自死免許を与えた。 元六九年には、越谷と大沢の規模は、天馬制に伴い、越谷、大沢両町に、各五千坪の自主面がなされ、越谷九町二十軒、大沢九町二十七間とほぼ均等の町場が、形成されたという。越谷五点、編集、五点五茶屋も参照越谷五点は、慶長九年に、徳川家康によって設けられたが、 明暦の大化により江戸城が消失しに伴い、解体され、明暦3年に廃止された。その跡地は、越谷市五店町である。越谷五店は、現在の越谷市蔵林にあった五茶屋五店を、現在の越谷市五店町に移築され、越谷五店と称した。この辺りは、元荒川沿い停止地地帯で、野鳥が多く、徳川家康や徳川秀忠も五店に休泊し、 民情視察を兼ねて、高金を重ねていた。徳川美希によると、慶安2年、徳川悦綱の時、日光社産の最急迫に利用された。しかし、明暦3年に1月18日から1月20日の明暦の大火により江戸城が消失したために、一帯は一部を除き、二十歳として開発されたが、御天の名はその地名として残り、住居表示施行の際に、御天長として、 正式な地名となっている。越谷と大沢の宿場町、編集当初、越谷町の本陣どんや役持ち回りなど宿場の養殖は、愛大地族に集中していた。しかし、安永2年越谷町と大沢町両町、総百姓代表上の上天満業務両町合体を、決め、越谷塾の宿液機構の改革とその、伝統的権威の多くの失墜のため、安永3年に、 腰ヶ谷塾の本陣は、腰ヶ谷町の間八重門から、大蔵町の福井家へ移った。そのために、腰ヶ谷塾の調和構造は、腰ヶ谷町に、商点の集中が、腰ヶ谷と大沢の総庫数の記録があり、寛延三年の記録によると、大蔵町が総庫数は三百八十三件である。百姓十三件、自狩り30件、棚狩り六十二件であった。 日光道中宿村大街町によると、越谷町は倉庫数542件である。百姓125件、自狩り、棚狩り412件であった。飯盛モ旗子、編集越谷塾の旗子数は、本人、脇本人を含めて57件あった。そのうち飯盛モ旗子は、堺板橋の右手一帯に23件を集中し、千住塾を除いた日光街道 越谷塾の行政単位は、越谷町が本町、中町、新町に、大蔵町が上塾、中宿、新宿に分けられていた。元六九年、越谷、大沢両町に各五千坪宛の自治の免許がなされた。自治割り宛は、越谷町が天馬役百姓120件、歩行役百姓21件で、大蔵町が天馬役百姓73件、 歩行役百姓五軒であった。日光道中宿村大会長によると、店舗14年、越谷塾には、本陣1軒、脇本陣4軒、旗子52軒が設けられていた。宿内の屋数は1005軒、人口は4603人であった。宿場の範囲は、現在の越谷市越谷から、元荒川を渡り、同市大沢に至る範囲である。古くから栄えていた。 腰谷側は、旗子よりも、商華の比率が高いのに対し、大沢側は純粋な宿場の形態を持っており、本陣、脇本陣も、大沢側に置かれていた。規模は、大沢側の本陣1、脇本陣2、旗子大将40件、人口4603人であった。うち、本陣付御用旗子が16件で、当宿の重要性がよくわかる。も、参照復元された。 東ースケ川岸東ースケは、鴨尾村にあった、菓子場であった。東ースケは、綾瀬川賀氏とも、鴨モウとも呼ばれていた。東ースケ河岸城は、綾瀬川の左岸、出羽堀の合流地に置かれていた。東ースケ河岸の名称の由来は、菓子トンや、高橋家の投資名が東ースケであったためと言われている。近隣の村から運ばれた、年具前の津田氏されていた。この菓子場が栄えた時期は天 元禄時代であった。武蔵国軍村氏によると、柏の所有船は、に平田船10川下小船19層、天馬造り茶船10層との記述がある。江戸時代以後、明治、大正期にも大量の出荷や取引が行われていたが、大正9年に東武鉄道に越谷駅が設立されると、次第に鉄道輸送にとって変わられ、昭和初期には廃業したという。 腰谷塾は都市的で濃密な集中であるために大火の危険にさらされた。完成6年1月では腰谷町167件消失した。また文化13年3月では大蔵町大火、本人他197件消失等多数の大火が起こっている。安西大地震は安西2年10月2日に東京湾北部を震源とした直火地震があり、 古文書から、腰谷村では、震度は5程度とされる。この地震による、腰谷村で、被害は、江戸に近い腰谷市腰谷では、う11月12日改正より4辻近来帰省大地震、前倉大木津23箇所八巻平は、少々で、頭倉は、四方八巻平壁二尺通り落ち、屋根河原南無、物置久し、落ちがあり、また、 私ども村の乃木唐月二日夜地震に、しかもや毎日県壁等心崩しその外、縦狂いともことの外破損、多くこの上大高の御用にしかもお泊まり等をひやおぐつけ、こうしげる当分これない者差し使え勝ち、与えささぐあり交換この段を届けかさる上皇と、大間の村、腰谷村、七左衛門村の名主から大官所へ報告されている。これらの文書から、腰村では、 安政王自身による被害は大きくなかったとされている。名所、旧石交通隣の宿草加塾越谷塾から、カスカベ宿一時市場はショウェブ。ありがとうございます。